こんにちは、こんばんは、おはよう、レイです。ちょっとね、真面目な話をしようかなと、思いまして、婚活とダイエット、年齢とダイエットということで、ダイエットに関するお話をね、していこうかなと思いまして、急になんでこんなこと言うのっていうと、ある方がちょっとライザップみたいなね、分かりやすく言うとね、ライザップみたいな、ちょっとところへ行くという話がね、ありまして、で詳しいことはもうここまでしか言わないんですけど、男の方ですね。でやはり、年齢がね、40とか超えてくると体型が維持できなかったり、そのままのねだらしない生活をしたわがままボディとかワイドボディになっていくとね、散々ちょっとここ最近の動画でワイドボディいかんぞということはね言ってたんですけども、で一番じゃあ簡単なダイエット方法っていうか、その前にね、まず体質を知るということが大事になります。自分の体質です。あくまで俺素人ですけど、ちょっとまがいなりにも美容関係の会社に、10年以上勤めてたことがありまして、でそこで、別に知識を培ったとかじゃなくて当たり前のことやっぱり言うんですよ。でそこをトータル的に自分の言葉に咀嚼して、皆さんに伝えていこうかなというところで、まず体質、このねで痩せやすいタイプで太りにくいタイプとかね、あるわけですよ。いろいろ太りにくいタイプとか、あとはその、必ずリバウンドしてしまう方とかですね。で全然落ちない、何をやっても落ちないとかっていう方もいたりはするんですけど、まず一番測れるもの、自分がどんな体質なのかなっていうのを分かりやすく説明、一番簡単に分かる第一の手段っていうのが食事です。飯を食った時に汗が出るかどうか、なんか暑いなとかね、体温が上がるなっていう、こういう体温が上がる方は代謝がいいという、代謝がいい悪いで、これがまたダイエットに差が出てきますので、代謝が悪い方はやっぱり贅肉が落ちづらいで、贅肉がつきやすく落ちづらいという特徴なんですね。で代謝がいい方は贅肉がつきづらい、燃焼するからね、燃焼するしつきづらく痩せやすいっていうで、太りにくいという逆にメリットもついてきますんで、なんでじゃあ太っちゃダメなのって言ったら、その太った方好きなマニアっていうのもいるんですけど、健康のことを考えると、年を取ってから太ると糖尿病になったり、生活習慣病とかね、そういうのにね痛風になったりとかね、いろいろあるわけですよ。腎臓病になったりとかっていうのもありますんで、だからまずね、もう30代ぐらいから気をつけた方がいいと思います。まず何気をつけるの？暴飲暴食、塩分過多、あとは、夜中のラーメン焼肉をやめるってね。だから3食だから不規則な食事はやめる、間食はやめる、糖分が入っている飲み物は控えていく。だからコーラとか、ポカリスエットがあんま良くないね、糖分が入っているから。あれ夏に水分補給としてはいいけどダイエットには向いてません。あとはそのオレンジジュースとかね、果糖類のものはダメです。一番いいのはもう麦茶、水、お茶、ウーロン茶油分解しますからね。ただウーロン茶ばっかり飲んでるとカサカサになってきて、肌がねカサカサになってしまうという説もありますんで、これ医学的根拠があるかどうかわかんないんだけど、あまり自分は飲んだ時期もありましたけど、結局水とお茶にしました。であと晩酌、酒をやめる、酒やめた方がいいと思います。でタバコもね、できればやめといた方がいいと思いますね。不節制になるで、そうすると体の代謝のバランスっていうのは、結局代謝が大事なんですよ。代謝を良くする、代謝が悪い人は悪いなりの無理がかからない生活をする。だから間食をしない、酒を飲まない、ものを余計に食わない。ただ3食はちゃんと食べてください。ただ腹8分目で食べる。で食べ過ぎちゃったなって時は1食抜くっていうのがあったりね。で1食本当はね、人間だって3食食べなくても1食だけでも実際に健康体で医者の、方で60ぐらいの人だっけ、すごい若々しく健康体で維持できてる方もいるんで、どれが正しいかってその人の体質に合ったやり方をしていくと。じゃあなんかすぐにやめれないよって方は、そういった、ライザップ系とかそういうねジムに通うで、トレーナーついてないとダメよ。自分で自由にやれるジムはあくまでもコントロールできるからね、自己管理ができるから、そして自己管理っていうのがこれ大事になってきますんで、これ結局痩せないとエステとか行って痩せなかったら必ずね、自己管理が悪いんですって言われちゃうんですよ。ちゃんと守ってましたかっていう、守りきれてないですよね、自己管理のせいですと。それでクレームとかね、痩せないじゃないって言ってきたお客さんはそれで返すという形を取ってますんで、この業界はね。今はどうかわかんないよ、俺が行った時はやってたんで。で、じゃあなんでこんなにお前痩せてんだというところで、ただ痩せてるだけじゃないんですよ。まあ軽い筋トレとかもやったりとかして、最近ちょっとサボってるけども、趣味が一番なんですよ。まあ、スノーボードとかね、まあ釣りでも、釣り動かねえじゃんって言うけど、立ったりしゃがんだりしたりとかね、足場の悪いところ行ったりするとバランスがね効かなくなりますんで、太ってるとね。で、あとはスノーボードとかスキーも俺やるからね。で、スケートも滑れるんで、スケートもやるにはやっぱり太ってるか痩せてる方がいいと。で、太ってるイコール何かしらの病気が必ず来る。だって痩せてても俺高血圧だからね、言っとくけどね、年齢的なものがあるから。だからまずは間食をやめる。一番早いのは間食をやめる。そして、酒をやめる。で、万が一酒がやめられないんだったら、晩酌したら炭水化物、ご飯とかも食べないようにする。うどんとかね、ご飯を食べない、おかずだけにする。で、3食きちっと食べて腹8分目、変な時間食べちゃダメよ。夜9時以降とかはなるべく食べない方がいいと思いますんで、朝7時には朝食食べたら12時に昼食べて、6時半からまた7時ぐらいに、遅くても7時ぐらいに夕飯はなんとか取る。まあ8時とかでもねいいけど。で、あまりも遅くなっちゃった場合は、仕事とかで遅くなっちゃった場合は取らない、あまり取らないようにする。半分で抑えるとかね、体が吸収する分解を助けてあげると。もう内臓が疲れちゃってるから、燃焼してくれないんで、まずは燃焼させるっていうことが大事になってくるというね。まあ、すごい今真面目なこと言ってるね。で、間食とその糖分が入った飲み物は必ず控える。もう1週間に1回する。俺がたまにお菓子食べてる動画あるけど、あれ1週間に1回なんでね。1週間に1回だけ自分へのご褒美っていうことで、まあ、ポテトチップだとかね、あとたまにコーラとか飲んだりしてますんで、コーラを毎晩飲んでるとかね、毎日飲んでるとかっていうのはやばいですからね、もうすぐやめてください、そういう方は。で、俺が一番不思議なのは、だんだんとこうワイドボディになってきて、途中でなんでみんな気づかないのと、まあ、多分やらないから気づかないんだろうけど、俺だったら多分鏡見てて、おそろそろやべえなっつったら、腕立てとか腹筋とか急に始めたりして、ね、それを継続する。継続するのが難しければジムへ行く。お金を払う。高いところでね、ライザップとかに。だからそのためにライザップがあると。別に俺ライザップから金もらってるわけじゃないんだけど、自分でできないなら人に頼れということ。自己管理ができるんであれば、俺みたいに、間食しない、腹8分目で3食きちっと食べるということ。で、食べ過ぎたら1食抜くとか。かなりストイックっていうか、そんなにストイックではやってないですよ。で、最近運動もしてないんで、まあ、ちょっとね、運動してないから、座りっぱなしの仕事で、まあ、下っ腹がね、ちょっと怪しいかな、なってきましたんで、そろそろね、自分の方また引き締めていこうかなと。まあ、体はね、一応、ボードとか、滑りながら、自分でね、撮影しながら滑ったりできてるんで、まあ、動ける体。で、これはね、年取ってから、効いてきます。動けない体ほど不幸なものはありませんので、もう動けるね、じじいになりたいっていうふうに思ってますんで、ぜひね、皆さんね、太ってよりも痩せてる方がいいんで、マニアに向けて頑張ってる方は別にいいとして、あとはね、ムキムキマッチョの方は、まあ、体脂肪を測ってください。それで体脂肪が、25以上とか、ね、高くなければいいと思います。あと健康体であれば別にそれが自分のベストな体型になってきますんで、まあ、人それぞれですから、痩せてれば健康ってわけではないんで、ムチッとガチムチの方でそれが健康体の体であれば健康体なんで、まあ、人それぞれ個体差があるというところは間違いないでいただいて、一番でも簡単なダイエット方法、食べないこれですね、これです。もうひたすら食べない、3食断食して、野菜ジュースみたいなやつだけで過ごすとかね。なんだっけ、ノニだっけ、ニノだっけな忘れちゃったけど、ドリンクあったでしょ、アントニオ猪木かなんかが昔発売したやつ、俺も飲んだことあるんだけど、あれを飲むと3日間それだけ飲む、まあ、軽い断食状態になるんだけど、それをやると必ず痩せます。これはね、嘘だと思ったらみんな騙されたと思ってやってみてください。小川直也って選手が、ムチムチの太ってた柔道のね、元柔道の選手がプロレスを始めるときに、それを3日間飲み続けて軽い断食をやって、プロレスラーの体型にしたんですよ。まあ、そういうことも、ね、ありますんで、ぜひね、自分に負けず、ダメな方は人に頼るというふうにやってみてください。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあね。